織田勢による西国攻略の最前線となる上月城では、尼子勢がお家再興をかけて毛利との戦いに臨んでいた。しかし毛利の大軍に対し尼子勢の手勢はわずか。毛利の進出を警戒する信長は即座に援軍を派遣する。先行して出陣した秀吉と鹿之助に光秀も合流すると、窮地の尼子勢を救援すべく上月城へと急いだ。上月城決戦。待たせたな、秀吉殿、鹿之助。状況はどうだ？来たな光秀。上月城はだいぶ攻められちまってる。こりゃあんまり悠長には戦ってられねえだろうな。そうか。ならば速攻戦を仕掛けるが上策だろうか。鹿之助はどう思う？ああ、そうだな。俺も光秀と同じ意見だ。任せてくれよ。俺誰よりも頑張るからさ。鹿之助、よし、そうと決まれば善は急げだ。行こう、二人とも。よし、おいらたちも行くぞ。鹿之助の息に負けてられねえな。ああ、鹿之助、何やら様子がおかしいようだが。俺の出番だな。鹿之助の力当てにいたそう。急いで。承知した。上月城へと向かうぞ。待ってきてください、勝久様。まずは奴らの砦を制し、前線を押し上げる。全軍進め。光秀と力を合わせて勝久様を助ける。足、引っ張らないようにしないとな。秀はすごく強くなったのに、俺はまだこのままで本当に尼子を救えるのか。俺から逃げられると思ったか。耐えきれぬ。聞かせてもらう。見事、さらに精進せよ。今は引くしかないか。だがこれで終わりと思うなよ。やるではないか鹿之助。その息です。進め。そっちこそ。そうだ、続けてみよう。自分を信じるしかない。増量なんか企んでるのか。今気にしても仕方ないな。先へ進もう。この気を逃すな。一気に攻める。開門。この勢いのまま毛利を攻め崩して上月城へと向かおう。シロリを卵を闇に沈めてしまう。何やつ、うわー、誰か、そりゃ来たぞ者ども、撃て。はめられたか。この状況をどう切り抜ける。分かった。何、光秀を攻められて、ジャンめ、これを企んでいたのか。勝利のために光秀の力は欠かせない。今すぐ助けに行かないと。鉄砲隊を倒して光秀を助けよう。吉光、大いに震えよ。鹿之助の願いを俺はこの地で叶えてやりたい。無論小樽の宮、承知した。鹿之助がため戦い抜きまする。頑張ってるみてえだな。よし、おいらも張り切らねえと。なんとか切り抜けられたが、これより一層振るうとしよう。ここは一度引く。弓兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。弓兵が控えていては進軍がままならない。進路を変え、南西砦から光月城へと向かう。確か光月城には裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。黙れろ！どけ！早くあのことを伝えなきゃならねえってのに。民兵が襲われてるみたいだ。見過ごすわけにはいかない。助けに行こう。道下様がいねえ。まさか裏切ったんじゃやってられねえな。俺たちも引くか。黙れろ。道下が裏切るなど到底信じられぬ。これも毛利の策なのだろうか。好機だ、いざ攻め入ろう。が城内に援軍はまだ到着せぬのか。オーラは確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに砦に連れてかれるのをな。何、道久様が。毛利め、なんて卑怯な手を。開門。道久の拉致が嗅ぎつけられたか。鼻の利くやつらめ。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。見くびるな。たとえ私が散ろうとも。あ、承知した。孫の執念、決してついえはしない。閉門。おじい様の命により開門いたします。開門。黙れろ。有上、皆私は無事です。ご心配をおかけしました。開門任されよ。分かった。立てよ道下様、裏切ったわけじゃなかったのか。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。道下が無事でよかった。これより一層フルートしようか。虫を追い立て。おじい様は全てお見通しなのです。これより先には行かせませんよ。光秀を城へと進ませないと。とりあえずは俺たちの残りの将で引き受けよう。ごめん。うがち抜く。肩鳴らしにもならぬ。聞かせていただこう。敵の侵入を防げませんでしたか。開門。俺もできることがある。このまま自分を信じて突き進むぞ。鹿野さんが言っていた裏道はこれかな。皆承知した。この場は任せた。俺は城へと向かう。崖上に弓兵が。これでは進めぬ。ここで果てるわけには。終わらせる。まだ倒し足りない。攻撃はやんだか。では進軍する。我ら再び水産。今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。おいてめえ、その首ここに置いていけ。兄上、私の力お貸ししますよ。父上の元へは行かせないさ。まずい、敵の造営を元就と合流させるな。任されよ。分かった。よっしゃー、なんとか合流は防げたようだ。地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。でも光月城まであと少しなんだ。野田様の命でも俺はまだ戻れない。光月城はもう間近。迅速に事をなせば播磨への参陣が間に合うだろう。鹿之助の思いを尊重した。全軍速やかに毛利を討滅せよ。ごめん、弱っちいのは俺の方かよ。うがち抜く。ああ、すまんねえ。私では至らないというのか。勝久、ただいま参りました。鹿之助、俺は着いたぞ。お前も早く向かってこい。開門。力及ばずか。来たぞ、しかも貴様の首、今日こそ落としてくれ。頼む、ぶつきで力を貸してくれ。二人でこの戦を終わらせよう。ああ、月下の誓い、今こそ叶える時だ。互いに磨いたこの力で毛利を倒そう。貴様らは目障りなのだ。毛利の繁栄のためこの地で散れい。貴様の勝ちだ、鹿よ。その執念、覚悟、恐ろしきものとは。討ち死に。やったのか。ついに俺は。光秀、俺ついに毛利を倒せたんだな。ああ、紛れもなく鹿之助の奮戦によるものだ。よかったな。そんな、俺光秀みたいに強くないし、今回だってみんなの力がなけりゃどうなってたか。何を言う。支えられていたのは俺の方だ。お前の明るさと信念の強さに俺は勇気づけられてきた。だからありがとう、鹿之助。お前がいたから、お前と誓ったから、俺はまっすぐ歩んでこられた。そっか、そうだったのか。ああ、やっぱりかなわないな、光秀には。よし、こうしちゃいられない。光秀、俺はまだまだ走り続けるよ。毛利を倒してからが本当の尼子再興というわけか。ならば俺もお前に負けないよう刃を研がねばな。俺も負けないぞ。まだまだ頑張ろうな、相棒。